柳橋来ておりますと。柳橋を越えてですね、こちらのね、台東区側でございますが、山田五十鈴さん演じる、つたさんのね、芸者置き場があったのも、一応この先ということになっておりますね。オープニングで出てきた、芸妓さんたちがですね、この柳橋をね、渡ってるシーンがございましたと。これね、ちょっと撮りづらいですけど、こんな感じのアングルでしょうかね。はい。この柳橋はですね、当時のままということになっておりますね。はい。田中絹代さん演じるおはるさんがですね、つたの家に向かっているシーンがございます。奥の方にですね、こちら総武線のね、高架下見えますよね。なのでこちらのアングルの場所はというと、まさにね、ここではないかと思うんですよね。奥の方にね、同じくガード下が見えますが、周りの建物なんかはね、もう全く変わってしまってますね。はい。なんといってもですね、この芸者置屋、つたやの家があったこの前の通りですね、ここがね、とにかくめちゃくちゃ出てきますよね。ただこの場所がですね、どうやらね、セットらしいんですよね。このね、奥のビルなんて本当にセットなのかなんてね、思ったりもするんですけどね。はい。ただですね、こちらがね、セットだったとしても柳橋界隈で撮られているカットというのがいくつかございます。そのうちのね、一つのシーンがですね、芸者置屋に向かうおはるさんがね、歩いてたこちらのシーンですね。ズバリ、こちらということになるんですね。いかがでしょうか。こちらにあったね、お店なんかはね、すでになくなっておりますね。そしてですね、この右上に見えてたこの天ぷら屋さん、江戸平って呼ぶんでしょうかね。こちらの建物なんかはね、同じにも見えますが、どうなんでしょうかね。はい。はい。続いてもですね、岡田真紀子さん演じる奈々子さんがですね、ガード下を歩いているシーンございました。こちらもね、先ほどとは違うガード下でございますが、ズバリこちらということになりますよね。はい。奥に見えてるですね、こちらの吉田というお店なんですが、今もこちらにございますね。建物が変わってますね。看板もどうやらちょっと違うので確認してみますか。はい。後ろに見えてたね、看板ですが、はい、どうでしょうか。これ一緒ですね。はい。というわけでですね、岡田真理子さんはこのガード下をね、歩いてたっていうことになるわけですね。ガード下の前の道を、つたさんを譲ってたこのおじさんとね、おまわりさんが歩いてくるわけでございますが、そちらの道がですね、この前のこちらの道ということになるんですよね。はい。今はですね、こちらマンションが建っておりますね。2人はね、ここをずっと歩いてきて、ここをね、右に曲がるっていう感じだったですね。はい。そしてさらにこの後をつたさんとね、娘のね、勝代さんが歩いてくるわけでございますが、はい、その道もね、同じくね、こちらの道になるわけですね。はい。もちろんね、背後の建物は変わってはおりますが、2人はね、ここを歩いてたことは間違いないですね。どうでしょう、ちょっと奥の建物なんかもちょっと確認してみましょうか。はい。奥に見えてたこちらの道ですね、それがここの道になりますが、建物自体変わってますよね。はい。この建物なんかは当時からありそうなんですが、ちょっと分かんないですね、これね。はい。改めましてですね、その2人をですね、横目で見ている岡田真理子さんがですね、このガード下のこの柱の前にいるってことになりますね。はい。そして岡田真理子さんはこのまま右の方に歩いていくわけでございますが、はい、こちらのアングルはというと、ズバリこんな感じになるでしょうかね。はい。いかがでしょうか。芸者置屋のあったこの前の通りのね、右の方にですね、これ神社のようなね、建物が見えますよね。こちらね、
柳橋界隈をちょっと歩いてますと、ちょうどねこの右の方ですね、ここにねこう小さな神社があったりするわけなんですよね。はい、映画と同じアングルをちょっと比較してみると多分ねこんな感じになっちゃうんですけどね、もちろんですねこれはセットということなんですけど、この神社のこちらの部分もねセットなんですかね。本当にこちらのですねビルのあった場所に実際はねガード下があったってことなんでしょうかね。はい、まあこの辺もねちょっとよく分かりませんがね。高峰秀子さん演じる勝代さんとですね佐伯さんが歩いてた場所、こちらのね奥の方に見えてたのが、旧新大橋になりますよね。はい、このね2人が歩いてたアングルはと言いますと多分ねこんな感じになるんでしょうかね。はい、いかがでしょうか。2人の後ろにですね新大橋が見えるアングルもズバリどうでしょう、こんな感じになるんではないかと思いますよね。はい、ここで話をしてたわけでございますね。はい、そしてですねこちらの、ね、反対側に見えてた橋、こちらがですね両国橋でございまして、同じくねこちらにございますね。はい、はい、両国橋の渡った先の方にですねこちら白いビルがありますが、これ一体何でしょうかね。よっ、はい、こんな感じでございます。次はですね山田五十さん演じる津田さんがですね料亭からこの川を見てた景色がございましたと、こちらの先に見えている橋がなんと清洲橋でございますね。はい、というわけでですね今ね目の前に清洲橋がございますね。こちらね右側のマンションを建っている中央区側でございますが、こちらにですね映画当時はね料亭街がずらりとあったっていう話なんですよね。というわけでですね津田さんがね見てたこの景色というのはズバリこんな感じになるかと思いますよね。はい、いかがでしょうか。この清洲橋はですね68年経っても変わっておりませんね。まあ、結局ねこの後ね津田さんは昔の男に会うことはできなかったんですよね。はい、そんなシーンでございました。ただいまですね清洲橋の上来ておりますと、オープニングで出てきたですねこちらの川の景色ですね、こちらのですね左上に見えている橋がですね旧新大橋でございまして、こちらの景色がですねおそらくこのね清洲橋から撮られていると思われますね。でこちらのアングルをじゃあ比較してみますと、はい、こんな感じになるんですよね。どうでしょうか。周りの景色はねもうだいぶ変わっておりますよね。はい、このね終わりの文字が出てきたこちらのカットの場面ですね、ここのね上の方に映ってた橋がですねここのね清洲橋ではないかと僕考えますね。はい、先ほどですね山田五十さんがね料亭から見てた場所というのがですねこちら中央区側の、まあ、この辺になるわけですよね。ですからねこの反対側のずっと先の方までおそらくね料亭街があったと思われるんですよね。こちらのカットのね後ろに見えてたこの家々も料亭ではないかと思うので、こちらの撮った場所がですね江東区側のこの橋のこの下ということになるんですよね。まあ、ちょっと合ってるかどうかは分かりませんが確認したいと思います。こう清洲橋の橋降りてきたわけでございますが、はい、こちらのね最後のカットの場所はと言いますとズバリこんな感じになるのではないかと思うんですよね。今ね奥にマンションが立ち並んでるところに、おそらくねこの料亭が立ち並んでたと思われますね。このね橋の下の柱の部分なんかこの辺がね微妙にね同じような違うような
そんな感じでございます。はい、今日はね1956年成瀬幹雄監督のね流れるのロケ地でございました。いかがでしたでしょうか。はい、この清洲橋といえばですね、なんといってもね男女7人夏物語のロケ地でございますね。はい、この橋の上でですね明石家さんまさんとね大竹しのぶさんのねシーンがね何回も撮られております。こちらのね動画を見ていただいている方いるかな。はい、というわけでね今日はこの辺にしたいと思います。